電車がカーブを通過します。ご注意ください。水の都大阪を流れる握りになって、小袋の小渕健太郎です。10月26日は第4回大阪マラソンです。一緒に大阪マラソンを盛り上げていきましょう。交通局からのお知らせです。応援には地下鉄をご利用ください。電車がカーブを通過します。ご注意ください。七夜の米田屋へお越しの方は次でお降りください。水の都大阪を流れる握りになって、小袋の小渕健太郎です。10月26日は第4回大阪マラソンです。一緒に大阪マラソンを盛り上げていきましょう。交通局からのお知らせです。応援には地下鉄をご利用ください。